HP38GHP38G の液晶画面の表示が確認できる HP38G とはヒューレットパッカード社によって開発されたプログラミング可能なグラフ電卓である。教育向けに開発され HP 社の電卓の特徴である RPN を搭載していない。1995年に希望小売価格80ドルで販売された。 HP 社はこの電卓の設計を援助するために8つの高校の委員会、コミュニティカレッジ、大学教授たちを参加させた。この電卓のハードウェアはより強力で科学技術計算向けの HP48 シリーズを元にしている。HP38G は HP の大半の電卓と違って RPN ではなく中置き機法を使用する。この電卓は プログラミング可能であり、アプレットと呼ばれる小規模で対話的なアプリケーションをサポートしている。プログラミング言語はパスカル風の EN、HP ベーシックを使用する。詳細は HP39、40シリーズを参照すること。1998年に HP38 の後継になる予定だった h p 十八 g が開発中止になった。その後、二千年に HP38G は HP39G に置き換えられた。HP39G のために非公式な CAS アップレットが配布された。2000年に HP39 シリーズと並行して、主にヨーロッパ向けの HP40G が販売された。この機種は CAS を内蔵している。2003年に h p 3 9ムが発売されたが、HP40G と違って、 CAS 機能がない。さらに h p 3 9ムプラス用のインストール可能な CAS アップレットも存在しない。h p 3 9ムから ARM アーキテクチャを採用するようになった。2006年に h p 3 9ム s と h p 4 0ム s が発売された。2011年8月に HP39G が発売された。これが HP38G から始まった RPN を搭載しない HP 社のグラフ電卓の最終版である。以上のように HP 社は HP38G、HP39G HP シリーズ、HP40G シリーズによって教育市場の開拓を狙ったが成功しなかった。調査会社 NPD データ社によると2013年7月から2014年6月の アメリカ合衆国のグラフ電卓市場のシェア93%はテキサスインスツルメンツ社でありカシオは残りの7%となりヒューレット・パッカード社のシェアはないに等しい逆ポーランド気泡 HP3940 シリーズ TI-84 プラスシリーズ HP48 シリーズ hp プライム hp サタンハッ、ouais、deflect, ト h t h t t p コロンスラッシュスラッシュ h10032 ドット www.hp.com スラッシュ ctg スラッシュマニュアルスラッシュ c00442257 ナット bdf ハット en hp サタンハット a b c d hp 3 8ムカルキュレータープロダクトスペシフィケーションズハット a b c hp 38g ユーザーズガイド アッ http www.hapmusemorgframthread-845post-9199htmlpid-9199https u www.washingtonpost.comnewsinnovationswp2014-09-02theunstoppability-84plaushow アンウトデイテッドカルキュレータースティルホールズ、A モノポリーオンクラスルームズ。ありがとうございます。